ふう、これでしばらくは村も潤うじゃろう。竜武様、竜武様。どうしたこのような夜更けに。お願いがございます。近頃妻が大事な夜の営みに消極的で、理由を問いただすと痛いなどと言っておりまして、私への愛が冷めてしまったのか。そうじゃないって言ってるでしょ。だって前はこんなことなかったじゃないか。よさぬか。すみません。夫よ、つまり妻に問題があると。さようでございます。痛みの主な原因は潤い不足だと聞きました。どうか妻にも潤いをもたらしてください。それはできん。なぜでございますか。潤い不足は二人の問題だからじゃ。二人の。女性の体はまことにデリケートなもの。潤い不足にも様々な要因があるのじゃ。そして多くの女性が少なからず痛みを経験して悩んでおる。お主は妻のせいだと決めつけておるが、夜の営みは二人のもの。大切なのは二人で向き合うという気持ちじゃ。すみません。お主もじゃ。え、痛みの経験のない男には簡単に理解できるものではない。話し合うきっかけはお主にも作れるはずじゃ。はい、竜武様。私実は以前から時々痛いことがありました。え、そうなのか。いつもというわけではないので我慢していました。夫にも悪いですし。落ちよ。竜武様、私自分の体ときちんと向き合っていませんでした。でももう逃げません。夫を愛しています。何かいい方法はございませんか。竜武様。それならこれを信ぜよう。これはローションですか。これは潤滑ゼリーといってな、潤い不足を補うための専用品じゃ。お主の言うローションは肌用に作られておるから、デリケートな部分への使用には好ましくない。その点この潤滑ゼリーは粘膜にも安全な成分でできているから安心じゃ。こういったものを使うのはなんとなく気が引けていました。お主のような女性は少なくないが、それで二人の関係を壊すこともなかろう。うまく付き合っていけばよいのじゃ。おお、竜武様、どうもありがとうございます。お千代、今まで悪かった。いいえ、私こそごめんなさい。わかればよい。やっぱりお千代は可愛いよ。大平さんだって素敵よ。今日はいつもより2倍は可愛いんじゃないかな。大平さんも 3.26 倍くらい素敵。愛してるよ。私もいつまでも人の家でベタベタするでない。はい、すぐ帰ります。まったく、私のストックがなくなってしまったではないか。ん、さすがじゃ。愛は二人で育むもの。二人の愛に自然な潤いを、専用潤滑ゼリー、リューブゼリー。